ダイワンハウスがベトナムに工業団地を建設するんだ。日系企業がアジアの拠点にできるようにと考えられた壮大な開発計画。監督、セリフは。よーい、はい、ベトナムにもダイワンハウスカット。ちょっと表情が怖い。表情もうちょっと柔らかめでお願いします。そう、誰あの人。なんか監督のお母さんみたいで。じゃあ本番テイク2。よーい、ベトナムにもダイワンハウス。アイカットです。今度はどう。全然面白くない。全然面白くなかったです。面白くしたかったのか。まあそうです。待って、君はどうしてんだ。踊ったら面白いか。例えば踊るとか。じゃあ僕がちょっとやってみます。やめろ、やらなくていい。ベトナムにも台湾ハウス。ベトナムにも台湾ハウス。こんな風にやってみろ。ベトナムにもダイワハウス。